こちら浦安情報局、こちらの時間です。一雨ごとに涼しくなっていきますね。街でも長袖のシャツや上着を羽織った人の姿をよく目にするようになりました。秋の雨は大陸から冷たい空気がやってきて、日本上空の暖かい空気とぶつかることで降るものが多く、そのため雨の後は気温が下がるのだそうです。急激な気温の変化で体調を崩さないように気をつけてくださいね。それでは今回のこちらのラインナップです。平和を考える、小学校運動会などご覧の内容でお送りします。はじめは市内の出来事をご紹介します。どうぞお楽しみください。9月28日にはディズニーロイヤルドリームウェディング、これは東京ディズニーランドのシンデレラ城で行われた結婚式です。この日記念すべき一組目のカップルが誕生しました。シンデレラ城から登場した新郎安孫子孝之さんは、物語に出てくる王子様のような衣装で新婦を待ちます。バンドが先導するビーグルに乗って現れた新婦の真由美さんは、美しいディズニーオリジナルの純白ドレスを身にまとい、まさにシンデレラ。およそ50人の参列者とパークを訪れたゲストに大きな拍手で迎えられました。結婚式はシンデレラ城内の大広間、参列者が見守る中、指輪の交換や結婚契約書へのサインを行い、永遠の愛を誓いました。式を終えた後はシンデレラ城前のプラザを行進しました。大勢のゲスト、キャストから祝福を受けた2人、幸せに満ち溢れた笑顔で手を振って応えていました。シンデレラ城で初めての結婚式、末永くお幸せに。9月29日には明美親父の会が主催するデイキャンプが明美南小学校で行われました。明美親父の会は今年で結成10周年、今回は記念のイベントです。キャンプファイヤーでのゲームは親父が中心、子供たちも楽しそうでした。喜ぶ子供を見ると俄然燃えるのが親父、雰囲気をもっと盛り上げようと張り切っていました。昼間には明美デイキャンプで恒例になりつつあるハンターから逃げる逃走ゲーム、今回は戦国時代を舞台に天下太平を目指すという設定。ゲーム時間の75分の間には様々なミッションが用意され、それをクリアしながら時間内を逃げ切れば勝ちというゲームです。夜の校舎に響き渡る子供たちの悲鳴、そう、デイキャンプではおなじみのお化け屋敷です。校舎の中は迷宮のように入り組み、暗闇の中から突然現れるお化けたち。不気味な雰囲気の中、さらにお化けたちが現れ、中には泣いてしまう子もいました。なんちゃんね、なんちゃんやめて、なんちゃんやめて、なんちゃん、冷静に。そして最後に待ち受けていたのが首が落ちるお化け、泣き叫ぶ女の子、強がりを言う男の子、みんな無事に戻ってくることができました。明美親父の会10周年の明美デイキャンプ、子供も親父もみんなが楽しんだイベントとなりました。10月5日には今年9月にフランスのニースで行われたフリーダイビング世界大会で優勝したことを報告に、市内在住の平井選手と広瀬選手がリングジャパンのメンバーとして市長を表敬訪問しました。フリーダイビングとは
潜水機材をつけずに一息で潜れる距離や時間などを競う競技。世界大会では3人1組で3つの種目の合計点で順位を競います。種目は海で潜る深さを競うコンスタント、プールで行う息を止めている時間を競うスタティックと、潜ったまま息継ぎをしないで何メートル泳げるかを競うダイナミックの3つ。大会では出場17カ国の中でダントツのトップで優勝しました。フリーダイビングの世界大会は2年に1度開催され、前回の2010年大会は沖縄で行われました。その時もこの2人は人魚ジャパンに選ばれ、日本の初優勝に貢献しました。そして今大会で2連覇を達成。浦安が世界に誇るマーメイドが誕生しました。世界大会3連覇は前人未到とのことですが、浦安市民でもある人魚ジャパン監督の山本さんは、今回の3人が出場すれば3連覇できると力強い言葉を残してくれました。今後も人魚ジャパンの活躍を期待しています。10月7日には恒例の秋のイベント、浦安スポーツフェア2012を総合体育館で行いました。今回で17回目となったスポーツフェア、あいにくの天気のため外でのイベントは中止となりましたが、屋内だけでも22種目のスポーツを体験することができました。毎回多くの赤ちゃんが出場する赤ちゃんダービー、自由気ままな赤ちゃんの行動が面白くも可愛らしくもありました。泣き出したりコースを外れたり、我が子を呼ぶ親も一生懸命、子供以上に頑張っていました。的になる白い球にいかに近づけるかを競うボッチャ、子どもと大人一緒にできるお手軽なスポーツです。集中力がものを言うダーツ、さまざまな武道に挑戦できるのも浦安スポーツフェアならでは。こちらは少林寺拳法、柔道は基本でもある受け身を体験することができました。空手はミットを使い打撃技を教えていました。そして剣道にもチャレンジすることができました。この他にもさまざまなスポーツに挑戦することができたスポーツフェア、子どもから大人までみんな一緒に体を動かすことを楽しんでいました。続いてのコーナーは平和を考えるです。どうぞご覧ください。市民プラザで開催した広島長崎原爆被災展、原爆が投下された時刻で針を止めた時計や熱で溶けたガラスなどの品々、そして原爆被害の写真などを展示し、核の恐ろしさ、戦争の悲惨さを伝えました。この展示と合わせ9月30日には長崎から語り部を招いての被爆体験講話と、長崎を訪問し平和記念式典などに参加した中学生による報告会が行われました。今回はこの催しの様子をご紹介します。被爆体験講話では長崎で被爆した築木さんと小峰さんの2人の語り部がお話をしてくれました。築木さんは当時18歳、学徒動員で工場に勤務していました。夜勤明けで寝ている時に原爆は落とされました。急にガガガガという音がして、そして弓が
破られました。はっともその瞬間ですね、爆弾がそこに落ちたっていうようなことを思ったんですけど、体は飛ばされておったんです。そしてどっかに打ち付けられておりました。もうそのままとにかく僕に逃げようと立ち上がったんですけれども、もう何にも見えない、あの昼間なのに真っ暗です。どっちの方向かと思ってウルウルってしとったら、あの横に寝とった友達と、が立ち上がって、で顔と顔と会った時にびっくりしました。もう頭の上から足の先まで真っ赤になってるんです。それでびっくりして、お前やられとったぞって言ったら、何のことはない、私自身も頭の上から足の先まで真っ赤になってるんです。で友達からもそう言われて、で、はって気づいたら血がもういっぱい出ておりました。で、防空壕に行ったんですがね、その防空壕に着いた時にびっくりしたんです。防空壕も満員です。で、入れないで外にたくさんうろ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 してるんです。その人々たるやみんな火傷を負ってるんです。もうそのひどいんです。鼻が取れとったり、耳がなかったり、だいたい顔の前か後ろか、もうそんなこともわからんような、もうみんなお化けです。小峰さんは当時4歳、下着1枚の姿で自宅の近くでセミ取りをしている時に被爆、両手両足とお腹に大きな火傷を負いました。11時2分多分ピカッと光ったんだろうと思うんです。次の瞬間ものすごい爆風、それとそれこそ本当に雷がそこら辺に何発も落ちたような轟き、そして気絶しました。すぐ防空壕に避難したんです。そこで初めて自分が火傷しているのを気づいたんです。火傷したところが皮がむけます。その日のうちにむけます。翌日ぐらいから非衛生的です。薬が何にもないわけですから、だから可能します。臭いもんだからハエがいっぱい一周寄ってきます。卵を見つけます。ウジが爆くっていう現象が起こったんです。火傷だけでも痛いのに、あのウジがですね、肉に食い込むんです。一匹や二匹そんなもんじゃない、何匹か分かりません。こんなにちっちゃい私がのたうって母ちゃんおいば殺して、母ちゃんおいば殺して、何遍も何遍も母に懇願したんだそうです。また8月7日から10日の4日間平和施設団として長崎に派遣された中学生による報告会も行われました。これから平和施設団として体験してきたこと、感じたことを報告します。参加者16名の多くが長崎を訪れるのは初めて。グラバー園や異国情緒あふれる街並みからは、原爆が落とされた街だと感じることはなかったといいます。しかし原爆資料館を見学することで大きな衝撃を受けました。長崎原爆資料館に来ました。ここに来た時少しワクワクしていたのですが、違いました。僕はこの資料館に行くまで大変なことだったということを頭の中では理解していたのですが、心ではあまり感じていませんでした。しかし中に入って変わりました。ファットマン一発で、あんなもの一つで約7万5000人が死に、約7万5000人が負傷しました。そして半径3キロ以上の地域に大きな被害が出ました。こんなことは今考えても信じられません。私は原爆資料館に展示してある当時の被爆者の方々のパネルを見て、実際に見ることで伝わるものがあることを知りました。文字は情報を伝えるには十分ですが、心に響く感情や思いを伝えるには不十分です。しかしパネルには時間を切り取ったかのようにその一瞬が残ります。そしてそれを見た私に、映っている人の感情が目から強く伝わってきたために、私は怖いと感じたのだと思います。より多くの人に直接原爆資料館に来てパネルを見て知り感じてほしいです。私が一番動揺してしまったところは、当時の人たちが思っていたことなどが書いてあるパネルでした。読み切れないほどたくさんありました。読むたびに私は泣きそうになってしまいました。当時どれほど辛かったか、
その方たちと同じように感じることはできませんが、私の心にしっかりと伝わってきました。原爆資料館を後にした平和使節団は青少年ピースフォーラムに参加。全国から集まった青少年と一緒に被爆体験者の講話を聞き、その後原爆落下中心地の周辺を見学して歩きました。まず長野悦子さんによる被爆体験講話を聴講しました。原爆により妹弟を亡くした長野さんは、戦争中の自分の経験から、戦争をしたら必ず悲しみと憎しみが生まれる、これから核兵器を作ってもいけないし、それを使った戦争もしてはいけないと語っていました。僕は長野さんの言葉で心に残った言葉が2つありました。1つ目は、長崎の自然や環境は時間が経てば戻るけど、原子爆弾で亡くなった人たちの命は戻ってこないという言葉です。もう1つは、現在のような戦争のない平和な日がいつまでも続くようにしてほしいという言葉です。次に、ピースボランティアの方に原爆が落下した周辺の説明をしてもらいました。最初に連れて行ってもらった場所は原爆落下中心地点でした。ここには石柱が立っており、中には原爆により亡くなった方々の名前が入ったマイクロチップがあるそうです。同じ広場内には浦上天主堂の壁の一部を移築した浦上天主堂遺壁がありました。この遺壁はところどころ黒かったのですが、これは原爆の熱による被害だそうです。また近くの下の川の岸辺の石は原爆の熱によって泡立ち、色も変色していました。爆心地付近の温度は3000から4000度近くになったと言われていて、太陽の黒点とあまり変わらない温度だったそうです。原爆落下中心地から少し歩いたところに平和公園があります。平和公園では正面の階段を上がってすぐに平和の泉があります。原爆当時、多くの人が水を求めたことからこの泉が作られたのだと聞きました。8月9日には平和記念式典に参列しました。式典会場前に設置された献納場所に市民の方々からお預かりした千羽鶴を献納し、式典会場へ入りました。式典の最初は被爆者によるもう二度とという歌の合唱でした。ゆっくりした曲で被爆者の思いがしっかり伝わってきました。11時2分になると黙祷が行われます。この時になると会場入り口前の平和の鐘が鳴らされます。長崎で貴重な体験をした平和使節団の16名、平和についてそれぞれに感じることがありました。長崎に行く前は私にとって戦争は無関係だと思っていましたが、戦争に無関係な人はいないのだと知ることができました。なぜ過去の悲劇を受け継がなければいけないのか、過去にこんなひどいことがあったではなく、過去にこんなひどいことがあったからもう起こらないようにしようと教えるためではないか。平和とは何かと聞かれるとつい考え込んでしまいますが、平和とは意外と当たり前のことやすぐ近くにあるものだと実感することができました。今私が思っている平和とは、争いがなく自由があり、お互いのことを理解し親愛し合えることです。今安全に暮らせているのは当たり前ではないと思いました。それと同時に、この当たり前をずっと守り続けなければいけないと思いました。原爆資料の展示、被爆体験者のお話、そして長崎を訪問した中学生の発表、この催しで平和の大切さを感じることができました。平和は家族や友人と過ごす何気ない日常の中にあるものです。皆さんもこの機会に平和について考えてみてください。続いては小学校運動会。高須小、浦安小、入船北小で行われた子どもたちによる元気いっぱいの運動会の様子をご覧ください。
今年創立10周年を迎えた高須小学校、その記念の運動会は9月25日に行いました。当初は23日の予定でしたが、雨で延期、平日の開催となりました。スローガンは10回目10倍楽しく熱くなれ。最初の競技はおよそ750人が紅白に分かれての全校大玉送りです。小学校で初めての運動会となった1年生の演技は見てみてこっちっち。2年生の団体競技はアリさんレース、自分たちと同じぐらいの大きな球を転がす競争です。友達と息を合わせてゴールを目指しました。5年生の祭りでカーニバルは踊りと組体操を融合させた演技です。途中、ハッピから黒い T シャツにコスチュームチェンジ、サンバのリズムに合わせて踊りました。3年生の団体競技はそれ引っ張れ綱引きです。この競技は保護者も参加、平日の開催とあってお父さんよりお母さんが多く参加していました。4年生は棒引き、最初は男子、続いて女子、3回戦目は全員で、みんなで協力して棒を引っ張りました。6年生は小学校生活最後の運動会、今勉強中の日本の歴史をテーマにした組体操、絆そして未来へです。さすが6年生という演技を見せてくれました。創立10周年という節目の年の高須小学校、およそ750人みんなの頑張りが記念運動会をさらに盛り上げました。汗と絆で勝利をつかめをスローガンに行った浦安小学校。浦安で最も歴史のある浦安小は明治22年に創立しました。およそ360人の子どもたちの中にはお母さんお父さんだけでなくおじいちゃんおばあちゃんも浦小出身という家族もいることでしょう。そんな伝統ある小学校の運動会は9月29日に行いました。1、2年生の団体競技は狙って入れて踊って、一見普通の玉入れですが途中で音楽が鳴ると踊り、止まると再び玉を入れます。音楽を聞き狙いを定め、赤も白もいっぱい入っていました。3、4年生の団体演技、舞田浦安舞2012よさこいです。みんなが着るハッピは様々、中にはこの6月の三社祭で見たものもありました。浦安小学校の運動会の特徴の一つは地区対抗の競技があること。お母さん、お父さんが参加するリレーもその一つ。子どもたちにいいところを見せようと張り切りました。浦小秋の陣は5、6年生の団体競技、騎馬戦です。最初は全体で、続いては個人戦。応援にも熱が入ります。最後の競技は高学年リレーです。
走る子どもたちは全力疾走。レースを見守る友達や大人たちは力いっぱい応援していました。浦安小学校の運動会は子どもだけでなく大人もみんなが一つになり、地域を挙げての運動会となりました。浦安小学校と同じ29日に運動会を行った入船北小学校、今回で33回目の開催となりました。入船北小学校はおよそ170人と市内で最も児童数が少ない学校です。その分みんなの結束力も高く、一人一人が輝いている学校です。スローガンは明るく燃える入り北魂。3、4年生の演技は花笠音頭です。花がついた傘を持って踊る3、4年生とても素敵に踊りました。全校大玉送りは紅白に分かれて大きな玉を送っていきます。子どもたちの後は大人たちへ。みんなの力でゴールを目指しました。6時半だよ全員集合は4、5年生による障害物競争。スタートしたら網をくぐりカードをめくります。カードはそのまま進めるものと少し戻らなければならないもの。そして最後の障害は紐引き。外れを引くと大変、なかなか引き終わらないため大逆転が続出しました。1、2年生の演技ジョイフル。頭はバンダナ、手にはボンボン。可愛らしく、そして元気いっぱいに踊りました。6年生の競技親子で二人三脚。子供と親が同時にスタートし中央で合流。ここから足をつないで二人三脚です。5、6年生が見せる演技は地球組体操です。地球、そして人類の誕生から文明の発展を表現した組体操を披露しました。心を一つにを合言葉に練習してきた成果です。みんなの力で成功させた入船北小学校の運動会、一人一人の輝きを結集し大きな輝きを見せてくれました。子どもたちみんな頑張っていましたね。さて続いては知っとくコーナーです。浦安市民祭りについてご紹介します。10月20日と21日の2日間市役所周辺で浦安市民祭りを開催します。野外ステージでの楽しいショーや物産品など数多くの出店、また文化会館での映画上映や消防広場での体験もあります。ぜひ遊びに来てください。いかがでしたか今回のこちうら。次回は犯罪を防ごう、私たち輝いていますなど、ご覧の内容でお送りします。季節は秋、過ごしやすい季節となりました。秋といえば読書、スポーツ、芸術、いろいろなことに意欲が湧いてくる季節です。食欲の秋とも言いますね。それぞれの秋を楽しんでください。それでは